皆さん毎度おおきにことのはあかねです。どうも、青い方のあかねです。今回の小ネタ動画は、こちらの愛車のママチャリです。こいつの近代化パーツがあらかた届いたんで、こいつの分解が今回の小ネタよ。荷台とかフロント周りとか、いろいろごちゃごちゃついてるけども、これが普段乗ってる状態やな。これから彼女の身ぐるみ剥がして、あられもない姿をさらけ出していくよ。ほなわけで早速分解していくで。と、その前に、レディーはみんな大好き、体重測定のお時間です。まずはおっさんが一人で乗って、体重を測ります。体重 68.2kg、BMI 22.3、体脂肪率 13.6%、内臓脂肪 5.5 レベル。まあ、標準ぐらいか。さらっとおっさんの個人情報が流出してない。次におっさんがママチャリを抱いて、体重計に乗ります。体重 81.3kg。一気にデブったね。差し引き 13.1kg や。めっちゃヘビー級やな。軽量のロードバイクの 8kg とか、重くても 9kg とかだから、それと比べると、ダンベル1個分ぐらい重いね。人間で言うたら中年のおばはんぐらいの重さやな。というわけでこちらのレディ、改めて、中年ババアの身ぐるみを剥がしていくよ。とりあえずフロント周りとか、荷台とかライトを外していくで。これは人間で言うたら、指輪とかイヤリングに当たるんか？ぶっちゃけこのスマホホルダーと再婚、ほぼ使ってないから、このまま外しちゃってもいいんだよね。Google マップつけても、スマホが5年前のポンコツで、GPS が死んでるってのが判明して、結局使ってなかったな。フロントと荷台取るだけで、結構スッキリするね。ちなみにアクセサリー類だけで2キロあったよ。これだけで2キロってやべえな。ライトとリフレクター以外外しててもええかもな。持った感じはあんまし違いわからんね。10キロ超えとったら1キロ2キロ程度なら体感的にあんま変わらんのかもな。そしたらお次はこのワイヤー類を外していくよ。このワイヤーは買ってから1回も交換してへんし、今回分解ついでに交換していくで。ついでにこのアウターケーブルってやつも交換するよ。まあ、ついでにアウターケーブルも交換しようってのが、ちょっとした悲劇へのつながりやったんだけどな。お次はブレーキです。ネチョネチョです。グロ注意やん。フロントの左のやつは、死ぬほど硬くて、手では取れんかったよ。軍手とスパナって、もう少しまともなやつなかったんか。外れれば何でもええねん。ゴミは即座にゴミ袋へや。ほら、青いも。ほらじゃねえし。お次はシフターとブレーキが一体になった、いかにも安っぽい見た目の物体を外します。この見た目がダサくて、交換したいっていうのもあったんだよね。まあ最終的にどうなるか、結果はツイッターに画像投稿してるけどな。いやーこの後あんなことやこんなことが起こるなんて、この青いやつはまだ何も知らないんだよね。ちなみに反対側は死ぬほど硬くて、カッターでグリップ切ってるところだね。さっきのブレーキもそうやけど、なんでこういうのって、片方が異様に硬い時あるんや。なんか見た目が昭和の自転車みたいやな。このフロントディレイラーやけど、今回フロントシングルにする予定やから、これも外したら処分やな。まああくまで予定だからね。もしかしたら買ったやつのサイズ合わなくて、結局掃除して元に戻すだけっていうことにもなりかねないからね。そんなんありえへんやろ。まあ、うちらに限ってそんなことあるわけないよね。はっはっは。リアディレイラーも外します。これどういう感じにがっちり固定されてるかと思ったら、単にネジ1本で止まってるだけなのな。こんなママチャリでも、時速30キロとか40キロ出るときあるのに、ネジ1本ってマジかよ、ってこん時思ってたよ。意外とチャリって単純な構造してんのな。今なんか黒いの飛ばんかったか？で、丈夫だ。多分。そしたらいよいよクランク外して、だいたい分解は終わりかな？この六角レンチ、手持ちのやつじゃちっちゃすぎて入らなくて、近くのホームセンで買ってきたやつだよ。これがいわゆるスクエアタイプっていうボトムブラケットで、ちっちゃい穴に太い棒を無理やりねじ込んで固定する圧入ってやつや。ちっちゃい穴に太い棒を無理やりねじ込む。ちっちゃい穴に太い棒を無理やりねじ込む。ちっちゃい穴に太い棒を無理やりねじ込む。いいね。反対側も外したら、ここにコッタレスクランク抜きってのを挿入して、今度は無理やりねじ込んだやつを無理やり引き抜く作業をするよ。使い方は説明めんどくさいからせえへんけど、単純に無理やりねじ込んでるだけやから、花山薫並みの握力あったら、多分素手でもいけるで。ボロン。変な効果音つけるなや。ギザギザついてる方も取れたよ。こうやって見るといかつい見た目やな、ギアーズ・オブ・ウォーみたいや。で、このクランク分解してて、最初の悲劇が起こったよ。はい、
スが合いませんでした。サイズが合わないっていうか、本来あるはずの穴がなくて困惑してるところやな。クロスバイクのクランクって通常は PCD104mm と 64mm の穴両方開いてるんだけど、これはなぜか 64mm の穴しか開いてなかったよ。なんでやねんって思いながら調べたけど、よくわからなくて詰んだで。ちなみにつけようとしたチェーンリングは PCD104mm のやつだよ。とまあちょっとしたトラブルもあったけど、とりあえずこのボトムブラケットってやつ外そうか。フロントシングルにするつってんのに、初っ端から最大のトラブルやろ。まあこの後もっとひどい悲劇が待ってるんだけどね。こんなことでへこんでいられないよ。こんだけバラクソにしてあかんやろ。ちなみにこのボトムブラケットはレンチと専用の工具あれば簡単に外れるから特に説明もないよ。反対側も外せば抜けるけど、サビがえらいことになってるね。雨の中でもところかまわず走るとこうなるんやな。というわけでバラシは完了や。あとはこれを掃除してさっぱりさせてあげるよ。中年ババアを介護しながら風呂に入れてやる気分やな。はい、洗ってきました。洗ったっていうかウェットティッシュで拭いただけだけどな。ヒアルロン酸配合で中年ババアの肌にも優しいよ。で、最初にこの問題のクランクだけど、前に中古で買ったこいつが余ってたから試しにつけてみるよ。普通はこういう感じにサイズ違いで穴開いてるのに、あれなんで一つしか開いてなかったんやろな。ちなみにこのボトムブラケット、見た目が違うけど、基本的に構造はさっきのと同じだよ。ボトムブラケットの規格って死ぬほど乱立してて意味不だから、ここでは説明しないよ。そんでこのクランクつけてみたけど、意外とサイズ合ってるな。まあこれつけるなら、チェーンリングとかチェーンガードとか、また買い直さないといけなくなるんだけどね。こん時はそれでもこれでいくかって思ってたけど、この後待ち受ける最大の悲劇で、心が折れて結局外すことになるで。ブレーキは特に問題もなくついて面白くないから省略や。強いて言えば、天下の島のせいのくせに、ネジが元からついてたテクトロのやつより単勝で、ワッシャーもついてなかったくらいやな。ネジは元からついてたやつ使ったよ。最後にこのホイールだけど、これが悲劇へのとどめになるよ。ちなみにこのホイールは、アリエクスプレスで1万3000円で買ったやつだよ。ホイールがアルミでハブがカーボンで、重さがフロントトリア合わせて 1600g で、軽いやんって思ってこうたやつや。メーカーが RXR ってとこやったかな。謎メーカーや。なんとなくわかると思うけど、まあサイズ合わなかったよね。これチャリンコわかる人ならわかると思うけど、このチャリのエンド幅ってやつは 135mm で、ロードバイクは 130mm なんだよね。で、今回こうたホイールはロードバイク用のやつや。要するに 5mm 分幅が狭いんやな。ぶっちゃけこれは完璧にうちらのせいなんだけどね。クロスバイクってエンド幅が 130mm と 135mm のが混在してるらしくて、まあうちのチャリも 130mm やろって思い込んでサイズ測らないで買ったんだよね。ほんで実際に合わせたら 135mm でしたっていう怠け者あるあるの悲劇や。いやーやっちまったね、はっはっは。というわけで心が折れて元のパーツ付け直して終了です。ケーブルとかバツバツ切りまくったのは新しく交換したけど、他は大体元のパーツやな。地味にアウターケーブルをうちとお姉ちゃんカラーにしてみたけど、どうやるね。これで実際に乗って不具合出まくったらおっさんでも号泣するで。まあそんなわけで、ただメンテナンスするだけの内容だったね。これで小ネタは以上です。最後まで見ていただきありがとうございました。思想で爆裂して死ななければこの動画投稿してんで。